ランドサット7号は1999年4月15日に打ち上げられたランドサット計画の人工衛星である。ランドサット7号の主目的は地球を撮影した衛星写真の更新であり、最新の雲のない画像を撮影することであった。ランドサット計画はアメリカ地質調査所が管理運営しており、撮影データはユスグスが収集し、配布した。 アメリカ航空宇宙局の NASA ワールドウィンド計画は様々な角度から見ることのできるランドサット7号の 3D 写真を含む画像を無料で公開している。共衛星の地球観測衛星1号は1分遅れで同じ軌道を周回する。ランドサット7号はロッキード・マーティンによって製造された。ランドサット7号の開発には5年間が費やされ、1日、 あたり532枚の画像を伝送できる能力を持つ。ランドサット7号は極軌道、太陽同期軌道にいるため、地球の表面全域を撮影することができる。高度は705プラスマイナス5トルであり、地球の表面全域を撮影するためには、地球232周、16日間を要する。重量は1 9 7 3ラム。 長さは4.04メートル、直径は2.74メートルである。378ギガビットの個体メモリを持つ。ランドサット7号に搭載された主要機器はエンハンスドセマティックマパープラスである。2003年5月31日、エトムのスキャン操作線補正装置が故障した。SLC は撮影用の鏡の動きに合わせて軸の周りを回転する一体の 小さな鏡で構成されており、その目的は、撮影した画像が互いに平行に整列するように、宇宙船が前に進む動きを保証することである。SLC なしでは、撮影した画像はジグザグになり、2度撮影される場所があったり、一度も撮影されない場所があったりすることになる。実際、SLC の機能なしでは、ランドサット7号のデータの22%が、失われることになる。 SLC の故障後、ユスグス、NASA、エトムの開発を受け負ったヒューズ・サンタバーバラリモート、センシングの代表者から構成されるアノマリーレスポンスチームが発足した。チームは考えられる故障のシナリオを書き出したが、そのほとんどは SLC 自体の機械的な問題に起因するものであった。SLC のバックアップはなかったため、機械的な故障ということは問題が 高級的に解決しないことを意味するものであった。チームは電子回路の故障の可能性を排除することができなかったが、そのような可能性はなさそうだと判断された。2003年9月3日、ユスグスの責任者チャールズ・ジー・グロートは、ランドサット7号の上長系の電子回路を使って、エトム及びその他の機器を再起動することを認めた。公表によると、 NASA のゴダード宇宙センターに本部を置くユスグスの飛行管理チームは宇宙船に送るコマンドをアップロードして上長系の電子回路を起動するということであった。この試みは成功し2003年9月5日にエトムは再起動した。上長系の電子回路には SLC に生じた問題が及んでいないことは明らかであった。これに続いて初期電子回路に戻す。 装置の再構成も行われた。結局、アートは SLC の問題は電子的な不具合ではなく機械的な故障で高級的なものであるという結論を出した。ランドサット7号はこのモードでデータの収集を続けた。データの欠けた部分はランドサット7号の撮影した別のデータからユーザーが選んで埋め合わせるという運用が行われた。 ランドサット7号の後継機として、同等のセンサー機能を持つ新しい衛星の研究が行われている。1998年8月、NASA は地球の陸上部分のほとんどをすべてをカバーするランドサットジョカバーを作成するための企業アースサットを設立した。ジョカバーは2000年頃に色調整をしたデジタル画像のアースサットナッチレルベに拡張された。Google Maps Google Earth, MSN Maps, Yahoo Maps 等の Web マッピングサービスの多くは、ランドサット7号の画像データに基づいている。ありがとうございます。